36目指す？パワープレイを目指せ、パワープレイで、うん、うん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 、全部パー、じゃあそれ全部パー、やったことない。それ以下行ったら上出来、なんかそれが普通に目指していい目標なのかわからないけど、そうですよね、なんかいけそうな気がするみたいな感じですよね、うん、もう初対面で力を合わせて、うん、もうここでパーを取ってるからいける、いける、いけると思うので、はい、じゃあパワープレイを、パワープレイ目標で、はい、しましょう、はい、じゃあ残り6ホール、はい、頑張りましょう、はい、頑張ります、はい、お願いします。ナイスショー、完璧、やっちゃった、完璧、完璧です、そろそろ当てます、そろそろ当てます、めっちゃ緊張してます、やば、さっきヨウジさんが200ヤード飛ぶとか言っちゃったから、そうだ、そう飛ばさなきゃ振ってないからあーシュねえ、それ本当にやる人いるんだ最近の秘策なんですよ私の、なるほど、おいいじゃん、当たった当たった、めっちゃ右に、あでもね、出ましたね、キックして降りてくる、結果ナイス、ナイスナイス、よかったですね、左足が浮いたきゃ、結果いい場所、うん、いい場所、うんうんうん、ランが出てる、ナイス、ナイス、よし、どうする、ね、バンカー越えがリスキーだったらちょっと距離はあるけどこっちの方がいいし、ね、なんかでもめ、そうだ、どっちにしろバンカー越えか、うーん、花道行くか、うん、どっちの方が傾斜きつい？こっちの方が傾斜がきついかも。じゃあそっちにしようか。こっちにしようか。OK。こういう戦略も楽しいかも。キックします。あんちゃん、普通にベストスコアいくつ？93です。え、93に見えないよ。うまいよ。そう。見るね。うまい。もっといいスコア出したいんだけど、なかなか。55。はい。55。お、いいんじゃない、ナイスオンだ、ナイスオンですね、ナイスオン、ナイスオン、じゃあアンジちゃん、はい、はい、お願いします、お、あ、ちょっと左、よかった、あー、キックしちゃった、ナイスはい、トップしちゃった、あ、大きいわ、ごめんなさい、方向完璧、ここは良かったけどね、これはもうあっちゃんボールで、あっちゃんボールで出たい、よく打った、うまい、おー入るナイス、お結構見た、結構見た、アンリちゃんにしようか、いや難しいかな、上りにした方がいい、こっちの方が簡単、うん、そうですかね、まあ、じゃあ、はい、チェックしましょう、もうやばい、お願いします、よし、よかった、当たらなくて絶対入れてって思いました、よし、そうだよ、よかったえ、パー、パー、パー、ナイスパー、ロング行きます、お願いします、お願いします、ナイス、ナイスショー、まっすぐ、まっすぐ、木ぐらいのとこ、どっち行く、木のちょっと右狙いで、そうだね、うまいですね、なんかいい気がする、うん、うわー、右だった、パーパー、パー、
たまにそういうの見ないとちょっと安心しないから。あきちゃんのがあるので振ります。気にせずに。うわーやばい、やった。いや、あー惜しい。あ、でもなんかなんかありますね、今のハート道見に行きましょう。すごい引っ掛けてます。私のボールで。じゃあ88ヤードのうち9番で行きます。あ、やばい、バンカー固定。綺麗に入っちゃった。右向いてたかな。怪しい。残念。ピッチングで行きます。いや、でもいい、いいミス、いいミス。登って、登って。グッドミス。よし。じゃあ私もピッチングで。はい。あ、開いちゃった。よし。アンチャーの成功。トップしないように。登れ。いい感じだった。うう、悔しい。じゃあ、ね、あ、ごめんなさい。これはアプローチで私もフェンターが寄せたいですよね。寄せたい。ざっくりしました。パターも選ぶわけね。パターの方がむしろ、ね、アンチャンボールに、はい、でもこれグリーン外からのパターって難しい。そうですよね、すごい難しいですよ。難しい。普通に打ってって言われるんだけど。いきます。あ、切れないかも。切れないですね。切れなかった。うん。ろ。やばい、切れない。やばい。あ、西に行ってたかな。次入れないとパーン逃す。やばい。あきさんお願いします。そうだよね、全然入れてないもん。ちょっと音入れよう。ちょっと、あー惜しい、惜しい。ダメだ今日。パッとめちゃめちゃうまいっすね。めっちゃうまい。ナイスパー。ナイスパー。え、すごい。え、パープレイ。全部パープレイ。頑張ってる。助けられてます。え、ね、2人って言っても初めて1年以内だもんね。うん、そうですね。え、どっかレッスンとか通ってた？私は鳥小屋。鳥小屋じゃなくて、なんだっけ、あのレッスン場。インドアレッスンみたいな。で、1回だけやったことあって。1回だけ。そう。で、あとプロのラウンドレッスンが2回ぐらいあるけど、それ以外全然。あと、そう、すごすごい。それでスイング綺麗だよね。うん、すごい。頑張りたい、もうちょっと。収録ラウンドしてれば。確かに確かに。経験が物語ってますね。私は、あ、兄ちゃん、うん、私はレッスンでも結構通ってました。最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいは週2、3回。てかっつりやって、う、うん、最近はてか、もうあの私が通ってたレッスン場が閉鎖になっちゃって、あ、そうなんだ。なくなっちゃったんですけど。そう、80歳のプロに教えてもらってます。え、すごい。80歳のおばあちゃんの、すごい。おばあちゃんとかってうまいよね、めっちゃうまい。フィリピン人の方なんですけど。そうなんだ。
へえ。あのオーバードライブタイプだから私もめっちゃ風景に。すごい。行きますか。あと4つ？あと4つですね。早い。早い。早い。パワープレイだから。左に跳ねたのが見えた。残念。でも今日は頼りになる2人がいるから頼りにはなんないです。気持ちよく。前行ってる。あんちゃんがいる。プレッシャーめっちゃかかってるの。よし、ああちょっと右行った。ステイ。ステイ。あそこ大丈夫？あ、ナイスキック。かぶるね。ここからどうリカバーするかですね。でもなんだかんだ落ちてきてフェアウェイ。そうです。ピッチングで打ってきます。あ、待って、やばいかも私アプローチ今日。そんなことない。やばい、私もピッチングで。はい、お、ゴー。わー、バンカー、バンカー入っちゃいました。当たりすごい良かったのにね。うん、ちょっと足りなかったですね。私もピッチングで打ちます。いい、登れ、登った。うん、ナイスオン。うん、ナイスオン。ナイスオン。いざパターへ、いざパターへ。え、フロン、あれフロン。バーディーチャンス、バーディーチャンス。どうだろう。じゃあ行きます。はい、ちょっと打ってみますね。ね、そんなに、そんな、怖いんだよね。狭いからね。狭かったら切れるのか。しっかり。いい。これはもうパー確定なんで、思い切っていっちゃってください。了解です。確かに。やっぱ切れるよね。切れる。じゃあこれアンリちゃん一応入れとく。一応入れとく。ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。すごい、すごい。耐えた、耐えた、耐えた、耐えてる。ナイスパー。